井上だけど。女だっての、ついこないだ話したばっかじゃない。忘れたならそう言ってよ。今平然とごまかそうとしてたでしょ。もう10時だよ。それよりちょっと聞きたいんだけど、岡健って昨日森に調査に行ったでしょ。そんな盗聴器だなんて携帯に仕掛けたりしてないわよ。ねえ、それより調査ってさ、川の水質汚染の件なんじゃない？じゃあ一つ確認、川を最後まで調べてみた？その口ぶりなら見たみたいね。私は虹沼って呼んでる。岡県結構頑張るな。ねえ、じゃあ汚染の原因までは分かってる？教えられるわけないじゃない。君スカポンタンなの？情報を吐き出させて自分は溜め込む。基本よ基本。中止するんだ。考えてみればそうね。あれはうちの領分だわ。よし、勝ち。だって川の上流にある人里ってもうほとんど人数がいない乾村だったり、農耕の時期にしか人が住まなかったりするんだもん。全部集めても100世帯もないんだよ。山地スカイってエコ団体が山中で原始的な共同生活をしてるけど、あそこずっと前に大麻の違法栽培で警察の手入れを食らってるのね。その後は組織も一新されたけど、規模は何十分の1になってしまって、とても川を汚染するほどの汚水は出てないはずよ。うん、さっき有力情報を入手したの。最近市内が慌ただしくなって、いろんな情報が手に入りやすくなってるんだ。そう、収穫祭の影響なのかな。まさに情報収穫期よ。殺虫剤。しまった。口が滑ってしまった。 IT 泥棒。もういいわ。つまり、本当は掘り起こして処理しないといけないんだけど、免れてしまったのね。私は農薬成分が土中に漏出したんじゃないかって考えてる。
そう、それそれ。街に汚水が流れてくる可能性だってあるよね。ナイスクープかも。埋めた場所は調べがついてんの。これから調べに行こうと思ってるんだ。この話、人には漏らさないでよ。やめたら？うちで雇ってあげてもいいけど。そろそろ準備しなきゃ。プロの仕事見せてあげるわ。投げやり。アンガト。でも私の危機意識は万全だから心配ご無用。じゃあね。
え、おかけんに？そうよ。どうして？学校側の意思よ。だから妖精という形になっているのよ。本来ならば廃部になっていてもおかしくはなかった。だからって。今回のトラブルはとてもシリアスだわ。下手に。もしかしなくてもそうだわ。井上さんって小太郎くんの友達の？ずれてる。そういう問題じゃないと思う。大人の世界では軸がぶれていても理屈は通るものよ。こうして部室で集まることもやめてほしいそうよ。いいえ、うちだけだわ。そんなの、なんか私たちが悪いみたいに。井上という女性とお前への対抗意識を周囲に広く伝えていたみたいね。そうではないけれど、見せしめとして咎められたということでしょうね。実際にそういう声が上がっているみたいね。止められたの？問いただすまでもなく、この出来事は本人の過ちだわ。けれど責任問題とは、その時その場に居合わせた時点でもう降りかかってくるものよ。連れてこられた子。今日も頑張りましょう。どうした？揃って陰気な顔して。井上さんの件かなり噂になってますもんね。無理もない。委員会でも議題になっていたくらいだからな。やっぱりみんな聞いてたんだね。クラスもその話で持ちきりだ。うちの学校としてはとても大きな事件だからよ。中途半端に隠すより学校側から正式に発表してもらった方がみんなの気分も落ち着くという意見も多い。とはいえ、そうそう大人に英断は求められないな。井上さん、いいやつだった。心配でならない。
話しかけてきた。お菓子をくれた。うむ、ペラペラ話した。小太郎のこといっぱい話した。とても喜んでくれた。そんな井上さんが。照れ屋だからこっそりつけてやれと言われた。レンジ？ナウなヤングにバカウケ？かんばしくないわ。捜索隊の方も行き詰まっていて、ご両親との話し合いの結果、明日の夕方で捜索を一度中断するそうよ。こんなに早く？金銭の問題が出たそうよ。金銭？警察と消防、民間の有志とが共同で捜索に当たっていて、これ自体に請求は発生しないのだけれど。どうして？血税。なのにお金の問題が？大勢の人間が家族のために行動してくれて、諸費用を受け持たないわけにはいかないでしょう。うん、そうですね。燃料代と炊き出し代だけでもバカにならないはずよ。数十人分、それが5日。でもそれじゃ井上さんは？事実上の死亡認定ということかな。それで会長さん、今後どうするんですか？要請に従うつもりよ。オカルト研究会は解散ということになるわね。理由はすでに話した通りよ。妥当な判断だと思うけれど。仕方ないんでしょうか。気にする必要はないと思うが、まあトップの判断には従おう。ちょっと残念だ。町の緑化運動も自粛なのかな。お祭り騒ぎもおしまいのようね。物質使えないなら私物持ち帰らないと。そうですね、量が少し多いですけど。はあ、散々引っ張り回されたが、ようやく慌ただしい日々も終わりか。Thank you.
どうしようもないことだからな。あかねさんの命令ですからね。自粛ムードだもんね。ストレイシープ、うん、スケープゴートだな。おかけんを生贄にして学校側としては本件に関する適切な処分を下したと保護者に説明できるだろう。学校側の意思は固いわよ。大事な？おかけんは途中で一度解散しているのよ。守るべき伝統や伝えるべき精神もない空っぽのサークルだわ。つまり天王寺小太郎はこう言いたい。おかけんというのは単なる B 級サークルなどではない。ひとときを共にする若者らの特権的な空間であり、堅守せねばならぬ場所であり、集うメンバーたちの尊い絆そのものであると。もちろんそうだと思うよ。そうですね、私たち友達だと思いますけど、うん、自由を勝ち取るために学校と逃走しようとでも。Thank you.
落ち着きなさい、天王寺。また熱く語ったものだな。結構ホットだ、小太郎。あのですね、もちろんみんなの気持ちは一緒だと思うんです。でもさ、睨まれちゃったわけだし。私の力でもどうにもならない状況になりつつあるのも事実ね。捜索隊はまだ活動しているから、見つかったら問題の重ねがけになってしまうわよ。理屈では可能だろうが、大人たちが見つけられなかったものを私たちが見つけられる？ということにはなるでしょうね。というか、そうするしかないんじゃなくて、学校側も。私は小太郎を手伝う。夜に森に入って二重遭難になったらどうする？小太郎くん、ここは女の子ばっかりなんだよ。止めても無駄なのでしょうね。小太郎が行くというなら私も行く。私も構わない、親もうるさくないしな。私も大丈夫だと思います。私も手伝えるけど。天王寺、一つだけ理解しておかねばならないことがあるわ。井上という女性との遺体を見つけるという可能性、分かってる？